コンイズフュージョンはコンイズウィンドウマネージャーに対応するプラグイン集と設定システムのこと。コンイズコア、コンイズセッティングス、コンイズデッカーイターの基本セットから構成され、コンイズコミュニティのプラグインセットコンイズエクストラスとベリルプロジェクトの一部分をウィンドウマネージャーコアとは独立に統合させたものである。プロジェクトの狙いはベリルのほとんどの特徴をコンイズプラグインへ移植し、 コンイズプラグインをさらに書き続けることである。同時にベリルは終了し、コンイズはベリルによってなされたコアの改変をコンイズコアに追加した。コンイズフュージョンはベリルプロジェクトとコンイズウィンドウマネージャー周辺コミュニティの再統一の結果である。名前はコンカムという箇所からコンイズフュージョンに変えられた。ハードウェアがサポートできるならば、 コミーズフュージョンはかなり大部分の OS 上にインストールしやすい。マンドラバ12008はコミーズフュージョンが含まれる最初のメジャーディストリビューションになった。部分七7 1 0はサポートされたハードウェア上の標準ウィンドウマネージャーとしてコミーズフュージョンを用いてそのすぐ後に続いた。2009年2月4日、コミーズフュージョンはコミーズに統合されるとの発表が行われた。 ありがとうございます。